巨人は29日、キャンプ地の那覇から空路で台湾に移動した。球団創設90周年と台北ドームの開業を記念して2日に中心ブラザーズ、3日に楽天モンキーズとの親善試合を同球場で行う。動画、角脇誠、気合たっぷりの打撃練習、アスタリスクアスタリスクアスタリスク熱烈な歓迎ぶりだった。桃園空港に到着した巨人ナインを一目見ようと、 地元のファンが200人以上も集結。現地でも知名度抜群の坂本や岡本眺めの前を通過すると、巨人グッズを身につけたファンによる黄色い歓声が飛び交った。地元メディアも複数集まり、選手の一挙手一投足を報道。台湾の野球熱の高さを示していた。熱狂ぶりは街中でも続いた。気分転換のため街を散策していた門脇、佐々木、 中田の3選手の後ろには、いつの間にか長蛇の列が。昨年11月のアジアプロ野球チャンピオンシップで侍ジャパンのメンバーとして活躍した門脇の存在に気がついた台湾の人々が、密着を開始したようで、約40人がサインをもらおうと後を追いかけ続ける異様な光景が広がった。台湾版の NPB プロ野球名官を持った男性が、門脇が一番好きと興奮気味に話すなど、 ストロング門脇の人気は台湾でも上昇中のようだ。